皆さん、こんにちは。今日は健康に欠かせない食材の一つ、トマトについてご紹介します。トマトには驚くべき力が秘められています。ビタミンやミネラルが豊富に含まれており、健康に多くの利点をもたらします。トマトにはビタミン C やビタミン K、ビタミン A、さらにはカリウムやマグネシウム、モリブデンなどのミネラルが豊富に含まれています。これらの栄養素は免疫力を向上させるだけでなく、骨の健康を促進し、血圧や心臓の健康をサポートします。トマトにはリコピンと呼ばれる強力な抗酸化物質が含まれています。リコピンは細胞のダメージを防ぎ、炎症を抑制することで、心臓疾患や癌などの慢性疾患のリスクを低減することが示されています。このようにトマトは豊富な栄養価と健康効果を提供し、健康的な生活をサポートする重要な食材の一つです。トマトに含まれるビタミン C や抗酸化物質は免疫システムを強化し、体内の病原体や有害物質から体を守るのに役立ちます。トマトに含まれるリコピンは心臓血管の健康を促進し、血圧を下げる効果があります。トマトにはカリウムも豊富に含まれており、心臓の機能を正常に保つのに役立ちます。定期的なトマトの摂取は心臓疾患のリスクを軽減するのに役立ちます。トマトに含まれるリコピンは強力な抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を除去することで細胞の損傷を防ぎます。特に前立腺がんや胃がんの予防効果が注目されています。トマトに含まれるビタミン C や抗酸化物質は肌の健康維持に役立ちます。ビタミン C はコラーゲンの生成を促進し、肌の弾力性や張りを保つのに役立ちます。トマトの抗酸化物質は肌をダメージから守り、若々しい肌を維持するのに役立ちます。トマトに含まれるリコピンは強力な抗酸化作用を持ち、紫外線や活性酸素から肌を守ります。これにより肌の老化を遅らせ、シミやシワの形成を防ぎます。定期的にトマトを摂取することで免疫力を向上させることができ、癌のリスクを軽減したり、肌のアンチエイジング効果を高めるのに役立ちます。トマトは生食や調理に幅広く活用できる食材です。生で食べる他にもサラダやスムージー、ジュースに加工して摂取することができます。調理においても煮込み料理やソース、スープなどに使用することができます。トマトは多彩な料理に活用されています。サラダやカプレーゼ、ピザのトッピングとして生食するほか、パスタソースやシチュー、カレー、ラタトゥイユなどの料理に加熱して使用することもできます。トマトを生で食べる場合、そのままの状態で栄養素を摂取することができます。一方、加熱することでリコピンや他の栄養素がより体に吸収されやすくなります。特にリコピンは加熱することで効果が高まり、抗酸化作用が強化されます。トマトはビタミンやミネラルが豊富に含まれ、免疫力向上や心臓疾患予防、がん予防、美容効果など様々な健康効果があります。トマトには健康や美容に良い効果があることを知ることで、自らの健康管理や美容ケアに積極的に取り組むことができます。日常の食事にトマトを取り入れることで、自分の体や肌を大切にし、健康的で美しい生活を送ることができるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。